はい、探偵ドライブです。私立探偵の喜友です。よろしくお願いします。今日はですね、今からまあちょっと60キロ以上の距離を走って、まあ朝から、浮気相手の女の家から出てくるっていうところをまあ取りに行くところですね。で、今日は、皆さんに、探偵の仕事についてちょっと、お話ししようかなって思います。探偵ってイメージはどういうイメージをお持ちかちょっとわからないんですけど、皆さんが、僕が思ってたイメージはちょっとハードボイルドなんですよね。まあ、いろんなドラマを見て、まあ、探偵に憧れたっていう人もいると思いますけども、まあ、今でも探偵ドラマって人気ですから、で、どの探偵もやっぱりハードボイルドというね、ドラマではそういう演出になってると思います。あんまりコメディっぽいのはないかなって思うんですけど、で、実際はですね、ドラマとか映画とかだと、まあいいところだけを撮って、まあ、あと実力探偵なんちゃらとかね、よくドキュメンタリーみたいなものを見たりしますけど、今だと反撃とかが多いんですかね。そういうので、まあ、イメージ的にはその悪と戦うみたいなイメージを持ってるかもしれませんけど、まあ、基本的には浮気調査で、次は素行調査で、次は行方調査みたいな感じで多いと思います。で、探偵って実は探偵業法っていうのがありまして、いつできたんだっけな、2007年ぐらいにできたんだと思うんですけど、全然間違ってたらすいません。その探偵業法という法律で、尾行、張り込み、聞き込みなどがね、許されてるっていう職業なんですよ。で、別にそんなの誰でも許されてんじゃないかって思うかもしれないんですけど、その探偵業法にのっとってそういう仕事をしていいよってことなので、探偵じゃない人が同じようなことをやると、まあ、プライバシーの侵害とかに当たる可能性が出てくるということなんですよね。だからその探偵業の届け出出してるかどうかっていうのが、まあ、大事になってくるっていうところなんです。で、探偵の仕事はほとんど張り込みと尾行なんですけどもですね、この張り込みっていうものがですね、まあ、かなり辛くてですね、これでね、やめちゃう人が多いんですよ。張り込みが辛くて、まず張り込みが辛いっていうのは、まあ、立ちっぱなしの時も多いということが辛いって僕はいつも説明するんですけど、そうするとですね、僕は立ちっぱなしのバイトいっぱい経験したことあります。私はガードマンの仕事をやってまして、十何時間も道路に立ってやってたことありますんで、大丈夫ですとか言う人多いんですよね。その自分が立ちっぱなしの仕事の何かしらを経験していると、そんなことは大丈夫ですとか言って言うんですけど、まあそんな全然違って、そのそういう バイトとかその仕事の種類によって、その立ちっぱなしってあるのは分かりますけど、そこで立ってていいよってことで立ってるんですよね。だからガードマンさんや交通誘導の方とかね、そういう人はそこに立っててもおかしくないわけで、でそこに立ってなきゃいけないから立ってるわけじゃないですか。そこがね、全然違うんですよね。僕もね、ここで張り込みしてていいですよって許可がさえもらえるんだったら、張り込みが何が辛いかって、何も辛くないよって言っちゃいますもんね。ただもうぼーっと疲れるだけだっていうことで、だから張り込みのイメージがちょっと違うかなって、まずそこから話さないといけないなっていう、その張り込みのイメージを皆さんと、皆さんに理解してもらえるかどうかわからないんですけど、まずどこで立ってるかっていうのが、その日じゃないとわからないというか、仕事中にその対象者が立ち寄った場所の見える場所がイコールその張り込みポイントになるわけですよ。だからそれがどこなのかがわからない。
繁華街とかだったらまだ全然立ってられるんですけど、もういきなり住宅街とかアパート前とか、まあ、とにかく見えるところ、僕はその車も通れないような路上で待ってるのが一番嫌いですね、住宅街の中でも。で結構通報入るし、それでも立ってなきゃいけないんですよ。おまわりさんが来た、適当な言い訳をする、場所を移動する、待ってなきゃいけないみたいな。でもこれ以上は無理だっていう時は、もう探偵ですって、仕事で立ってますって言って、名刺とあの届け出番号とか出したりして、まあ、許してもらうんですけど、でもそれでも通報入っちゃうとまあダメっていうのもありますよね。まあ、一番きついとかすごい目立つのはやっぱラブホテル前、そこで待ってなきゃいけないっていう。で他のラブホテルの目とかもあって、まあかなり通報入ったりなんか怪しまれるんですよね。ラブホテルって防犯カメラすごいついてるから、路上で立ってるとそのラブホテルの従業員の方が出てきちゃったりねするんですよね。だからそういう辛さですよね。そういう、あと気温関係ないですからね。例えば今日夏場でここでやるからこういう服を着ましょうとか、冬場だからこういう服を着ましょうとかあると思うんですけど、探偵ももちろんそれあるんですけど、まあ限界があるんですよね。あの目立たない格好、夏なら T シャツでいいんですけど、まあ、その T シャツ1枚っていう、のもですね、あの日差しが強かったりするともう肌が焼け焦げるぐらいもう日焼けするという、海でもないのにね。で冬は本当はスキーウェアとか着てやりたいけど、そんなの目立っちゃうからね、ある程度の格好でやるんですけど、それがまたきつい。マイナスとか、温度がマイナスとかになるともう地獄ですね。それで何時間待ってればいいのかって決まってないんですよ。例えば他の仕事とかだったら何時から何時までって決まってるから、あと何時間頑張れば救われるっていう心持ちようがあるんですけど、この仕事に関しては何時間待てばいいのかっていうのは全く見えない。だから常に心が不安なんですよ。で一瞬の作業ですから、例えば出てくる瞬間を撮るとかだと一瞬の作業なんで、もう気が全然抜けないんですよね。気が抜けず常に緊張状態で、何時間、ひどい時何十時間ってあるんで、これに耐えられなくてですね、まあやめるって方多いですね。つい最近出会った探偵学校に行ったっていう女性がいたんですけど、探偵にはならなかったそうなんですよ。その何十万もの授業料を支払って探偵にならなかった理由は、その授業中の張り込みを体験して自分には無理だって思ったそうなんです。で、うちの従業員で辞めた人も全員口を揃えて言うのは張り込みでしたね。張り込みが無理。で意外にその張り込みをできちゃうっていうタイプの人が、まあ、すごい少ないんですけど、10人中1人ぐらいかな、張り込み全然大丈夫っていう人もいるんですけど、やっぱそういう人だと一番、辛いのはやっぱ面取りってやつですね。張り込みは全然大丈夫、じゃあ次何が嫌だって面取りっていうやつですね。写真とその人物を一致させるっていう、これがね結構難しいんですよ。なんかよくドラマだとこの人撮ってください、この人を見つけてくださいとか、この人を尾行してくださいって言って写真一枚でね探偵さんがパッと見つけるっていうね、あれありますけど、だいたい世の中ってもう似たような人ばっかなんですよね。あの自分の知り合いとかは絶対間違えないじゃないですか。まあ知り合いでもたまに あいつと思ったら違うみたいな、街歩いてて経験あると思うんですけど、そんなのがすげえあるんですよ。あれって言って、身長170センチ前後、細身で黒のスーツに黒のコート、黒のビジネスバッグね、そんな人いっぱい出てくるから。でこれが一番嫌なんですけど、ちょっとおしゃれな人、これ髪型も同じ、
やついっぱい出てくるんですよね。だからこの辺刈り上げてるっていうのが剃っちゃってるとか、2ブロック的な感じの髪型がちょっと流行った時に、だ今でも流行ってるのかもしれないですけど、まあ同じ髪型の人はよう出てくる。で日本人の平均身長170センチ前後なんで、まあ容姿もめちゃくちゃ似てると、まあこれはきついよと。でこれぐらいの距離でね顔を確認できればそれは間違わないんですけど、大抵5メートル以上は離れてますからね。5メートル以上離れてるし、そいつが出てきて自分が顔が確認できる角度でいてくれる時間は1秒もないんですよね。だいたいこうやってこういっちゃうか、こうやってってこういっちゃうか、だから全然その一瞬で確認するっていう作業なんですけど、まあ、これがもう得意って言ってる人あんまりいなくて、で僕は得意ではないけど苦手でもない方なんですけど、でそれが難しいからやっぱ朝尾行するんですよね。例えば浮気調査だったら会社に行くところを尾行する。まあ本当に浮気する人はね有給取ってたりするかもしれないんで、ちゃんと会社に出勤してるかっていう確認もあるんですけど、まあそれ建前で最初に朝見とかないと、朝見て完全に服装とか歩き方とか全体的なシルエットですね、顔以外のもの、まあもちろん顔も見ますけど、スマホの色とかもね、あとネクタイの色とかそういうのを見て、夜出てくる時にまあ一致させると。さすがに全身を見て歩き方を見てなんとなくの雰囲気をさえ覚えちゃえば、まああんまり間違えることもなくパッと捕まえられるということなんですよね。じゃあその面取りが苦手できないっていう人もまあいるんですよ。これ苦手な人もうすごい苦手な人すごい苦手、全員そのいつに見えちゃうみたいな。要は大げさに言うと、大げさに言うと全員見えちゃうって言ったんですけど、まあ身長が同じようで体型が同じようで髪型、髪の長さですね、同じだった場合全員そいつに見えちゃうみたいな人もいるんですよ、やっぱり。だからそういう苦手なところとかを、まあ相方っていうのがいると思うんで、まあ大体2人1組でやるんで、まあその苦手な方を補うみたいな。だから相方も、相方と自分の苦手なところが一緒だとちょっとお話にならないというか、まあ、なるべくそのまあ探偵会社とかだったら従業員がたくさんいると思うんで、まあうまいバランスでつけるんだと思うんですけど、うちみたいな弱小私立探偵事務所はですね、まあなかなか来るもんを拒んでられないというか、辞めるのが早いのでっていうのがありますね。でこれ面取りを間違っちゃうと、まあ、その日の一日の仕事なかったことになっちゃうんで、まあただ働きみたいな。で依頼者さんには信用を失うというか、だからかなりのプレッシャーがあります。で僕がその一番この仕事は嫌だなって思う瞬間は、まあ張り込みが一番なんですけど、でも張り込みの辛さを乗り越えて面取りの厳しさも乗り越えてたどり着いた先に僕が嫌だって思ったのは、その依頼者さんとの話し合いですね。依頼者さんとの話し合いは別になんてことはないんですけど、たまに全ての不満をこちらにぶつける人って出会うんですよね。
どんな職業でもそうですよね。なんでこの人こんなにクレーム言ってんだっていう、まあそういう人に出会った時にもきついですね。その浮気をしている、まあ、男性しかいないんですけど、今まで出会って、まあ、浮気を奥さんにされてるんですよね。もうその時点ですごい怒りがこみ上げてくるんですよ。女性の場合最初は怒りがこみ上げてきて、次にまあ心配になる。で、まあ、子供の将来とかそういうの気にし始めてって言って、怒りのボルテージがバンとなるんですけど、女性はだからスーッとこう落ち着いていくというか、で男性は怒りっぱなしなんですよ。だから男性の依頼者さん扱う時が一番苦しいですね。だからその正直男性からの依頼が来ないようにというか、まあ来たら受けるんですけど、まあ結構覚悟がいります。奥さんに対して怒ってるんだけど、浮気調査が終わるまでは言えない約束なんですよ、探偵さんとのご契約で。まあこれはもう全国どこでもそういう決まりになってると思います。探偵の仕事で知り得た事実、またはその一部なりを対象者に伝えて、調査がバレるようなことをおっしゃいけないっていうルールになってるので言えないんですよね。例えば慰謝料請求したいから最低でも 2,3 回取りましょうよっていう感じの一発目やった時に、で一発目知って、まあ、だからリアルタイム報告を受けない方がいいんですよね、男性は基本的には。まあ冷静な方だったらいいですけど、で一発目の受けるんですよ、報告。あなたの奥さんはなんか男と駅で待ち合わせして、でそのままランチを食べまして、ラブホテルへ消えていきましたと。で男はこれこれこいつで、まあ尾行してったらとあるマンションの何号室に入っていくのを確認しましたみたいな。そしたらもう怒りのボルテージマックスになるんですけど、まあ最初の時はね、さすがにそのまま怒りをこうぶつけてくる人はいないんですけど、まあ、何日か待たせちゃうんですよね、次の調査に。で次の調査待たせてるのが、まあ、こちらの都合の場合もあれば、浮気する人が、その対象の奥さんが浮気をしていない、だから浮気をしない日は浮気を取れないので、まあ、調査が長引くんですよね。そうするともう怒りのボルテージがマックスになって、こちらに、おいどうなってんだ、心のケアがねえじゃねえかこの野郎とか言ってくる人がね、まあ3人、今まで僕の経験は3人ぐらいいたから、似たようなことだから、こっちは必死で我慢してんのに、お前たちは何の連絡もなくケアしねえじゃねえかこの野郎みたいなね、何の連絡もって、まだ調査してないんだからさ、するわけないんですよね。そこをちょっと分かってほしいですよね。でなんかうちはそのカウンセラーとかつけてないんですよ、相談係とかそういったもう無料でつけてますよって歌ってる探偵者さん多いですけど、うちはつけてないんですよね。なんでかっていうと、いらないと思ってますから。必要だったら別途頼んだ方がいいし、いらない人の方が多いもんをセット価格にしてるっていう、なんていうかな、そのあれですね、ファーストフードで、まあ自分は水を持っていて飲み物はいらないなって思ってるとするじゃないですか。それでもセットを勧められて、セットを買っちゃったら飲み物が多すぎて、飲み物結局残していらなかったよみたいな、要は浮気の証拠が欲しいのにカウンセラーもセット価格でついてきちゃってるから、浮気調査の料金がボカンとすごく高くなってるってところ多いんですよ。だからうちはだから、そのカウンセラーではないけど愚痴ぐらいはお聞きできるので、だからそういったもんはまあ無駄だと思ってつけてないんですよね。
で、まあそういう不満があってかかってくると。で、あなたの不満はうちの責任じゃなくて浮気をしている奥さんなんですよって、まあこう、まあ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 って感じで、まあ正論を言うんですね。まあ男の人って正論言うと結構黙ってくれるっていう。まあ正論も正論も何も、だってこっち何も悪くないわけだからね。調査が失敗して伸びたんなら話はわかるけど、そういうわけではないのと、まあやたら言ってくる人はいますね。あとそういう方に限って値切ろうとする、お金をね。一回その浮気調査が空振りだった時に、ここはちょっと一つ痛み分けということで安くできませんかって言って、空振りだからね、自分は空振っちゃったのに調査料金を払わなきゃいけないっていうことで痛み分けをしてくれって言って、いやそれは無理ですよっていうふうに言うんですけど、そもそも依頼者さんの痛みをなんでこちらが分けなきゃいけないのかというそれは関係ないねと思って、痛みを分けてほしいんだったらあなたの奥さんに痛み分けしてもらいなさいという、痛みを分けたいんだったらね、その痛みは奥さんにぶつけてくださいよっていう話。まあこういった探偵の辛さがありますね。だからどうしても探偵になりたい、一回やってみたいって人は、今の依頼者さんとの相談っていうところの部分まで上がってこないとは思うんですけど、いやちょっとやってみたいやぐらいだと、まあ最初の張り込みでどう思うかですね。まあ皆さんもやってみたかったら、探偵今人数足らないみたいなんで、すぐ始められると思います。ではまた探偵ドライブで。